割と最近なんですけど、はい、うちのあの母親がね、はい、もうあの母親言ってももう80歳、はい、80もう完全におばあちゃんなんですけど、はい、このおばあちゃんがね、なんでか知らんけどあのショートメールだけはできるんですよ、はい、でちょこちょこショートメールをね、はい、送ってくるんです、はい、ただそのやっぱ言うてもおばあちゃんなんで、なんかあのカタカナと漢字の変換があんまできてなくて、うん、あと点と丸の付け方もあんま分かってないから、はい、もうほとんどひらがなの羅列なんで、はい、うわちょっと読みにくいなっていうのが、この間もその姉ちゃんや兄貴と集まった時も、はい、おかんのショートメールは読みにくいっていう話はなってたんですよ、はい、そうこうしてるうちにちょっと前になんか親父が体調を壊して、はい、で入院をちょっとしばらくしてて、はい、でそれをまあまあ一応それはまあ親父ももう80なんでね、もうまあ入院もするか言うて、でおかんがその見舞いにまあ行きたいんやけどもっていう話になってて、まあまあ一人で行かすのもあれやから、うちの姉ちゃんがね、あもう行くやったら私も一緒に行こうって言うてたん、姉ちゃんも意外と忙しくて あんまこう時間がスケジュールが合わなかったんですよ。でもおかんがもういつも経ってもいらねえようになって、もう姉ちゃんに黙って行きよったんですよ見舞いに。行ったことをちゃんと姉ちゃんには報告しとかなあかんと思ったんでしょう、うんうん、それをまたショートメールで例の、はい、してきたんですよ、はい、姉ちゃん別に普通の生活してる時にですよ、はい、なメールが入ったから、はい、でおかんからやから何やろうと思ってパッと見たら、はい、ひらがなでね、はい、お父さん行きました一人で行きましたお前もう抵抗を話したって怖いわ。いやもうそうややこしいメール送ってくな怖い。お父ちゃんごめんって言うたら聞けなくてもして何十メール送ってくるねん当然親父ピンピンしてたそもさんセッパっていう、ねはいはいはい、クイズ番組謎謎を解くね、うんうんそもさん言われて、うん、でセッパーっつって、うん、こう答えが分かったら、うん、こう液晶パネルにタッチペンでこう答え書いて、うん、セッパー、セッパーなら正解ならセッパー、うんうんうん、これ間違ってたら、はい、タウオッケーって言われるんです、うんはいはい、っていうのが今やってるんですけど、うん、今の枠じゃなくてもっと深い時にやってた時に俺呼ばれて、うん、今より少人数で6人ぐらいでこうやるんですけど、うんうんやってたら、経済評論家の勝間和代さんあ、はいはいはい、っていう方がね、はい、出てはったんですよ、ね、すっごいこう仕事をこう一生懸命こう真面目でしょうし頭もね、うん、それはもちろんすごいいいでしょうから、うん、一生懸命その謎謎に取り組みはるんです、うん、でまあある問題が出て全然分かんなかったです誰も、うん、勝間さんが私分かったつって、うん、書こうとしたら、うん、なんか不具合で、うん、ちょっとこれ書けないんだけど、うん、ちょっとこれ書けないんだけどって、うんまあ、たまにあるねあたまにあるじゃないですか、うん、あのね、はい、液晶画面に書けないって、うんねまあ、スタッフさん入ってきやってファファファってやったら、うん、まあ 2,3 分ですみません治りましたっていうのが、うん、まあごくごく普通じゃないですか、うんはいはい、ちょっと書けないんだけどってスタッフさんすみません入ってきてお嬢ちょやってるんですけど、うん、5分ぐらいやっても治んないんですよ、うん、でこれどうやらこれをこれごと倉庫にあるのと入れ替えなかったちょっと 2,30 分、止めますと、うん、すいません皆さん演者の皆さん、たまりで、前室でお待ちください言って待ってたんです、うんうんまあ、それぞれタレント同士とかマネージャーさんとこう喋ったりしながらでも問題はなんとなくこう頭の中にあるんですよ、ねほんなら30分もあればもうあ、分かったあ、分かった、分かった、分かったみんながなるんですよそりゃそうだ、ねうん、ほんであ、すいません、お待たせしました治りましたんで、もう一度スタジオの方にって入った、うん、ほんなら演出の方がすいません、多分もう30分もあったんで、うん、さっきの問題、皆さんもうお分かりになられたと思うんで、うん、違う新しい問題に変えていいですか、うん、ってもちろんお願いしますって言ったら、うんうんうん、その勝間さんが絶対に嫌だから分かりました私は分かったから最初に分かりましたすっごいこう真面目な方やね、はい分かりあったからね、私は分かったんだから、これはこの問題をやらないと、私それは納得できないってなったんですよなったんやほんであすごいこう、こう仕事に真摯に取り組む方なんやなと思ってこの演出の方がいやでも皆さん多分分かってこう、うん、あの書くのの早いもん勝ちみたいになるんで、うん、変えた方がいや、うん、私はこの問題分かったんだから、うん、分かったっていうことをやらないとそれは納得できないって、うんうん、
なったんで、その演出の方が、じゃあ、同じ問題のままやらせてもらっていいですかって、もうここは、あ、わかりましたって言って、じゃあ、本番、いきます、3、2、1、問題出て、はい、出て、あ、カットが書いて、うん、もうね、スーパー言ったら、タオウォーキたわけなのは、だから変えたかったんちゃいますか。そうやな、そうやな、気使ってくれて、真面目さがな、真面目なね、一生懸命やりある方なんで、20年以上前の話なんですけど、僕らあの天然素材ってやってて、僕らで番組やってたんですよ。でその時になんかずっとあのスタジオとかじゃなくてロケやったんですね。でロケでなんか内容忘れましたけど、あの猿山の中にあのルパン三世らが行くみたいなコントやったんですよ。でルパン三世が、まあ、ヘビイチゴの高橋っていうやつがルパン三世になってて、で僕が多分五右衛門やったんですよ。で、次元が、フジモンやったんですよ。であとちょっと忘れたんですけど、でそこでこう猿山の中に入ってなんかコントするんですよ。で後ろの猿とかとなんかこうバーっていうのが面白いんちゃうかみたいな、多分あれやったと思うんですけど、ほんで猿山行ったらやっぱりもう自分らの縄張りがありますから、ふぅーってなっとるんですよ。ふぅーって言うて、もうブワーってなってる、やばいなー言うて、でもまあ取ろう言うて、で取り出したんですよ。で取り出して忘れましたけど、一発目に噛まれたんが、あの赤のジャケットのヘビイチゴの高橋が噛まれた。まあこんなんもやってますから、噛まれたんですよ、その猿にガッ噛まれたんですよ。いたた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 飼育員みたいな人が一人入ってて、やめろ京子言うて、京子ちゃんって言うから、おいメスやったんですよ、猿の京子ちゃん、京子やめろ言うたら、なんかその京子は怒られると向かってきよるんですよ、こっちに。ほんでなんかファッカみたいな、ファッカ言うて、なんか何回もやって、ほんでバーン行きよるんですよ。ほんならその猿山に一緒に鹿も飼ったんですよ。鹿、ほんなら、キョコ！って怒られたら、その鹿のとこにバーッ走っていって、鹿のお尻の毛を、ミリッ！取り寄るんだよ。なんでなの？鹿のとこにバーッ行って、ミリッ！取り寄るんだよ。で、取れるんや、おいで。鹿も、ミリッ！取られるんですよ。で、取られたら、なんか、ゾワってして終わるんですよ、鹿。もっと明確な表現ないんだ。逃げも全然ないな、表現やな、もう。ほんで、ミーッとってからまたブワー行って、なんか向こうのジャングルジムみたいなとこにシャンシャンシャンってやって、また僕らの前にパーッ来てパーッて言うんですよ。怖いな、今日怖い、怖い、怖い。ほんでまあまあ落ち着こう言うて、で静かにしよう言うて、一回静かにしてちょっと収まってきて、よし取ろか言うて、で取り出したんですよ。ほんで次は音声さんかなんかが「いたれ！」ってなって、まだ京子にやられたんですよ。ほんでその飼育員が「やめなさい京子！」言うたら、また京子うわー下のとこ走っていって「ミリッ！」ってやられたんですよ。ほんでまだ「シャンシャンシャン！」言うて、また僕らの前で「ファー！」言うんだよ。もう何やねんこいつみたいなって。何やねんやな。でよう見たら鹿はもう毎度毎度むしられてんのかなんか知らんけど、もう毛がハゲてて、ちょっと血とか出てたんですよ。ほんでこれやばいな言ってて、かわいそうやなって言って、ほなもうなんか騒然となってきて、猿やらが、でどうしようかって言ってたら、またなんかうわってまたその鹿のとこ行って「ミリミリ！」やるようですよ。ほなほんとドカッてやって、それかよ。ほんでフジモンが「やめろ京子！」言うて「かわいそうやないか！」って言うたら、また向こうからシャンシャンシャンってやって、フジモンのとこに来て、で次元やがこうひげつけてるじゃないですか。そのヒゲを見れやったら思ったんですかね、顔にブワッブワッブワッ。でヒゲやったらつけヒゲやったんでスポーッ取れたんですよ、簡単にね。これがスポーッ取れたんですよ。ほんなら京子はもうやっぱ見れがやっぱりなんかストレス発散なかなんか分かんないですけど、全然手応えなかったから、もうなんかおかしなってなんかこんなになってたんですよ。そういう話。なんかそんな気はしたけど。
それだけ一瞬予感しました。これタイトル何なんですか。うまい話はゾワゾワです。ビリ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 。これ今から17、8年ぐらい前の話なんですけど、あの家に電話がかかってきて、で何かな思って家電ピッて取ったら受話器の向こうから、お前かこらって言われたんですよ。何やねんって初め意味が全く分からへんけど、ね、言うたら、まあ、17、8年前で仕事もないし、お金もないから、まあ金融屋さんからお金借りてたりして、で今で言うあの個人情報が流出みたいな感じやったんですかね。どっかから僕がそこでお金借りてるっていうのが出てしまって、それをあの手に入れた人が今でいう振り込み詐欺みたいな、あのお前の、取り立て俺になったから、俺の今から言う口座に何ぼでもええから振り込めっていう電話やったんですけど、なるほど、で何のことと思ったんですけど、お前金借りてんだろこらって来たんですよ、で、あ借りてますけど、今日からな俺が取り立てることになったぞこらって言うんですよ、で何か知らんけどかましてくるんですけど、癖か何か知らんけど絶対語尾はこらってなるんですよ、ほんで、ああそうですかみたいな、もううっとうしい電話やな思って、お前さ、ほんと今から言う口座にね振り込めよこらって言うから、いやお金ないですし、いやお前金ないんだったらお前の財産差し押さえだこらって言われた、いやもう差し押さえ言われても俺別に何にもないし、あの汚い単車しかないですけど、お前ほんとやめてんのこらって言われて、いやむっちゃ喋ってくるんですけど絶対こらなんで、もっとうしいな思ったけど、こいつがマックスでテンション上がった時に切ったろう思って、でずっとはいはいって聞いてて、お前ほんと舐めてんのかこらって言うから、いや舐めてないですし、何笑ってんだこら、俺はお前なんて言われてるか知ってんのかこら、俺はなピッて切ったんですよ。なんだら5秒もせんうちに電話かかってきて、ピッて取ったら向こうからこらこらこらって言うから、マックスマックスだろまた切って終わったんですよ。結局なんて呼ばれてたかわからんけど、わからんままそのもやもやはしたんですけど、もうそれ聞くのあと何回コラ聞かなあかんの。まさかコラコラコラって呼ばれてたわけはないと。駐車場のもう係員やってはんやったら車の構造も知っといてくださいということで、年配の方でね、始まりかららしい。いやいや、もうでももうほんまあの最後僕はもう今からなんねんって言ったという話なんですけど、あるロケであのここのホテルの駐車場入れてください言って、ほんなもうゲート開いてベテランと見える制服着た警備の方がこちらどうぞって、もうあの柵も何もないんです、もうあの四角い地面に車の方が書いてるだけの、もう全然広いんです、でこう車こう前出して、うん、前出して斜めにちょっと行って、ケツからこう、こう行って、おら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 、もうここまで来た時に運転手がスタップ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 言いよるんですよ、何ですかって言って窓開けたら、まっすぐ入れてくださいって言うんですよ、今からなんで出た今からなんでそれしか考えられない構造上ね、前タイヤ曲がってんねんから、こう行くと思ってそりゃそうですね、なんやこのこれが何世に言う今からなんだよ止めてね、駐車券、いやもうあの私がやりますって、駐車券のとこずっとなんか待っとるんですけど、上から出てきてデコ当たっとる初めて初日やん後輩に、はい、都内であの、ま、マッサージと催眠術が一緒になったところがあります。そんなとこらしいなそれ、まあ、ちょっと気になるね、ちょっと気になる、ちょっと気になる、で催眠術をかけてマッサージをしてくれるっていうお店があるんですよ、うん、めちゃめちゃ気になると、でそれどういうとこなんて、いやまあ本当に一回小本さん行ってみたら分かりますと、うん、ただ僕ちょっと一回トラウマがありまして、うん、7、8年前にそのとある番組の特番で、うん、催眠術王決定戦みたいなのがあって、うん、8人ぐらい出てきて、うん、トーナメント方式でどんどん催眠術をかけていくみたいな、うん、で大体そういうのって芸人さんが結構呼ばれるんですよ、うん、でまあいろんなこの予備催眠あって、で催眠術かけていきますみたいな、である人はちょっとあの金髪の結構
振動と言われてるような催眠術の方が僕の方に来て、ちょっと君ちょっとやってくれるかって言って、でこの方の痛み消しますと、予備催眠も備えかけてないのにいきなり痛み消しますって言って、俺の頭の上に瓦乗せてハンマーでガーンとね、ヒッターってなってむちゃむちゃ痛くなってむちゃむちゃ痛いよ。ほんでこういうようなトーナメントが続いてったら、もう最終準決勝ぐらいになったら巻きがかかったのか、もっと荒になってきて、おばちゃん一人出てきて俺刺して犬、もうこれでしかないんですよ。一瞬ピタッと止まるんですけど、もうワンしかもう言いようがなくて、だん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 膝ついてワンワンワンって言うてたんです。もうそのトラウマが俺激しすぎて、俺その催眠術とマッサージで、いや言ってもいいけどかからんでって俺、いやでも絶対言ってください、ほんまにすごいこと起きますからって言って行ったんですよ。でここですって場所住所聞いて、でピンポンって鳴らしてガチャッと開けたら、あーどうもいらっしゃいませーっておばはん出てきたら、その犬って言ってたおばはん、うわーってなって俺、かからん、もう瞬間的にかからん、俺はもう無理と思ったけど、向こうは向こうで犬って言ったら俺がすぐ犬やったもんやから、俺は絶対かかるもんやと思ってて、うわ河本さんやんってなって、いやいやろ早くやろ催眠術やろうやろうやろうってなって、フルテンションで来るわけですよ。怖、俺めっちゃ怖いわと思いながら、どうすんの催眠術、どういう風にかけられたいので、催眠術にかけられる一番の要望っていうのは男性が女性になれたいっていう願望らしいんですよ。女性の気持ちになってみて催眠術を受けて、それをマッサージすると女性の感覚で刺激が味わえるみたいな、そんなことあんのかみたいな。で僕は嫌ですと、僕はそれは嫌なんで、ってなった時にちょっと前にローラを異様なほど意識してたというか、まあ隣になる回数が結構多くて、ローラからものすごいええ匂いがしてて、あんまりローラのこと思ってないのにめっちゃ女やんって思ってもたんですよ。だから思わずそのおばはんにローラでお願いしますって。ローラにしてくれって言ったわけ。いやいや、もうその方がもうそのローラになる、ローラに感じると、目の前にローラが来たように感じるから大丈夫ですと、ローラちゃん分かりましたって言って目つぶってください、で目つぶって10秒数える間に、あなたが今まで会ったローラの服装、そして感じ、そして匂い、それを全て思い出してください、10秒後目はずっとつぶったままですよ、10秒後私がパンと叩いて目はつぶったままでいてください、そしたらあなたは必ずローラが目の前に現れます。10、9ってローラの匂い、無理やと思うねん、ローラの感じ、ローラの服装とかでいろいろバーってやってて、3、2、1、パンってやったら、そのおばはんが俺の耳元でローラだよ。無理。いや、でも耳元でローラだよって言われた。でもこれ笑うと思ったら全部がおじゃにさん。もう金額も払ってます。オプションで催眠術もつけてるんですよ。これも何としてでもローラと思わなあかんと思って、僕は目つぶったままローラ来てくれたんだねって俺ずっと乗ったんです、もうほとんどかかってないです俺、ローラ来たんだね、来てくれたんだねって言ったら、そうだよそうだよローラ来たよってずっと言ってくれてでもこの感じどうやって言うてんやろと思って薄目開けたらこうやってたんですよ。これはもうこれはきつかったです。でもまあもう本当に12月いっぱい去年の12月いっぱいで終わったんですけど、俺が終わった。まあ、本当にびっくりするというか、まあ人の押し引きってまあその人それぞれなんですけど、まあ本当にあのびっくりしすぎて、こうなんていうんですかね、こうまあ私あの今まで付き合ってくれてプロポーズもされたけど、来月からアメリカに行って3年帰ってけえへんねんとか、まあいうドラマのシーンがあったりとかしたら、彼氏の方でアメリカとかってなるじゃないですか、こうびっくりしすぎて半数してしまう。僕はあの結婚したての時本当にド貧乏で、ファミリーレストランで夜10時から3時アルバイトしてたんです。まあ地面を磨くというか、このシャカシャカする、まああのキッチンでまあハンバーグ作りながらもこう地面磨いたりとかする、まあバイトしてたんですけども、ホールとウェイトレスさんたちとまあキッチンってのは分かれてるんですけど、まあ3時に終わるってなったら、そのゴミ袋をまあ5つか6つぐらいをこの全部新しいのに変えて、もう空っぽにしてから、それをまとめて、そのまあファミレスさん2階ですから2階の
ゴミ用のエレベーターみたいなのあるんですよ、うん、それにピンって乗せて閉めてエレベーターでゴミだけ下行かして自分は降りてそこで開けてでゴミ庫というところにゴミを入れる、うん、それでやって帰れるみたいなことになるんですけど、で僕もいつもの通りこう3時に、まあ、帰ろうかなと思ったら、まあ、あの夜のファミレスのウェイトレスさん、まあ、お昼も結構いらっしゃるんですけど結構こうなんですかね年配のウェイトレスさんっていうのはまああの地元とかのファミレスとかにはいらっしゃるじゃないですか、こうまあ注文して頼んだら向こうからお姉さん来たんかなと思ったら若作りした、おばさまですねみたいなの結構あるんですけど、そういう感じの方がまあ働いてて、それが3時ちょうど僕と同じようにこの終わる時間なんです。その人とまあその休憩の時とかね僕は全然喋らないんですけど、もう喋ってきたらもう全然一言も喋ってないのに小籔っちはみたいな、まあこう昔バブルでこうお立ち台立ってました、でも今はまあ47になりました、子供も一人いてます、でもここで働いてます、あ小籔っちはどこ住んでんのみたいな、あこうなんですよ、あそうなんや、私昔新地で店持っててみたいな、こう全然話聞かへんと喋ってくるタイプのまあ若作りした、僕はどっちかとあんま好きじゃない感じでも、僕電源オフにしてますからもう全然あみたいな感じなんですけど、その人とは一緒やなって思ってたら、僕がこうゴミまとめたでこう入れた閉めようかなと思った時に、あ待って待って小籔っちみたいな、もうカツ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 まあ一回ゴミのそのエレベーターが下行ってもたらまた上がるまで待たなあかんということですから、待って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 小籔っちみたいな、こうカツカツ来て、ああよかったみたいな、でこうボンボンって入れるんですよ。だからまあ別に僕その人好きちゃうし、まあ恋心も抱いてるわけじゃないんですけど、まあ閉めてエレベーター下まで行って2人で降りてゴミ庫に本っていうのはちょっとちゃうなと思ったし、まあ後輩したも男やから、あ僕これあの同棲してるんで一緒にしておきますみたいな、いいのかやむちみたいないやいやいやもう本当にいや本当ありがとうめっちゃ嬉しいみたいな、47歳ぐらいの方がまあこう言うわけですね、黄色のこうミニスカートみたいな履いた感じで、こうじゃあ僕やっときますね大丈夫、本当ありがとう嬉しいみたいな、で僕まあ冬の2月ぐらいですかね、寒い中こう下行って、でまあいつまでやったらまあ6個ぐらいのところがまあ10個ぐらいになる、全然いいし、もうポンポンポンって入れて、でこうカン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 とこう階段みたいなねこう上がっていった時に、もう背高いがこう見えてくるじゃないですか、こう地面が、ほんでこのまっすぐの向こうの右側が僕たちバイトが着替える部屋やったんですけど、カンカンカンってなった瞬間にそこの電気がパッて一瞬消えたんですよ。あれって思って消えた瞬間ドアパッて開いたら私服のそのおばちゃんが出てきたんですよ。別に僕待ってほしいわけじゃないんですけど、なんかこれ任しといて先変えるっていうのもちょっとどうなんとか一瞬思ったんですよ。だからで待ってほしいわけじゃないし、その先帰ってくれてもいいんだけど、もし俺やったらちょっとこうせめてこの事務所に帰ってくるまでおってごめんねありがとう言うてから帰るタイプやけども、この人はもうカンカンカンパッガチャもうビトン持ってちょ派手な格好で来た、うーわ急いでるってことは俺が下で掘ってる間にも着替えて先帰ったろ思ってたんじゃん。いや別にありがとうはもういらんけどとか思って、ほんで僕上がってきたから向こうもこう来るじゃないですか、でこう来て階段のところでこっち行くんですよ、その向こうは外やから、なんて言うんやろ気まずいやろな俺とおたら、向こうカン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 来てお疲れまーす言うてバーって帰っていってますそこ押すと思って俺やったらバーってごめんお酒に失礼しますとか言ってバーって行くじゃないですか、なんて言うんかな思ったらお疲れまーす言うてバーって帰っていってお疲れまっほーってなってみたいな、それいらっしゃい魔法はまだいらっしゃいませーからのいらっしゃい魔法やけど、お疲れ魔法はもう境目荒すぎてよう下ろせたなっていう、このお疲れ魔法やったらちょっとビビってお疲れ魔法みたいな、その連結部分がそんなスムーズじゃないから恥ずかしいし、お疲れ魔法みたいな言うとしてもそれをもうカンカンなんて言うから、お疲れ魔法一回言うねん、それが押しとんねん、絶対押さえてるみたいな、ごめんねもうお酒に失礼しますって言うかな思ったら、お疲れ、もうええわ、自分はやるさと押してる、それでやっぱり思い出す夜中の3時半47のお疲れ魔法聞いてください、びっくりしました、森吉です押したな、溜まってたよな、とある心霊番組に出させていただいた時に、うん、楽屋でヤルセナスの中村さんって方がいらっしゃって、でめちゃくちゃの霊が見えるですよ、でこれ本当に見えるみたいで、その時僕全然信じてなかったんですけど、楽屋でちょっと急にお前年上行ってるって言われたんです、
年上の女性を、うん、で、いやいや全然行ってないですみたいな、いや30代のね後半ぐらいのね女の人が見えんだよねみたいな、でな、千葉の方に多分住んでるんだよみたいな、で、何言ってるんですかみたいなこと言ってたんですけど、一人その学園の中で青ざめてる人がいて、それがうちのマネージャーで、急にちょっといいですかって、カバンから大量のファンレターを出してきて、実は村本さんには黙ってたんですけども、ちょっと悪質なファンレターがずっと届いてると、で、内容がもう本当にあなたと一緒に死にたい的な感じの内容なんですよ。それの送ってきた先が千葉なんですよ、当たってるんですよ、で、名前とかね、見たら、まあ、年齢も書いてたんですけど37歳の、もう全部当たってるんですよ、おそらくこの人が生きようとなって僕のところについてると言われて、で、その時たまたまのディレクターさんがいらっしゃったんで、よかったら番組でそれを喋ってくださいって言われたんで、あ、いいですかっつってもう喋ったんですよ、で、それからもう舞台とかどこでもうわ喋ったんですよね、で、結構名前とかまでちょっと言う感じで喋ったんですよ、お客さん食いつくんで、で、それぐらいから急に僕あのツイッターをやってるんですけど、ツイッターでなんかちょっと悪質な僕のことを攻撃するツイートが増えまして、それはなんか誰かをフォローとかしてるわけじゃなく、僕を攻撃するためだけのツイートなんですよ。僕はあの無人爆撃機って呼んでるんですけど、攻撃してるんですよ。で、僕のファンとかにも攻撃してるんです、ツイッターで。ね、なんかあいつはファンに手出す最低のやつだみたいな。僕はファンに手出してるんですよ。出せんの、出せんの、事実を言ってるんですよ、ね、じゃあファンが、はい、そうしてもファンが、え、最低だみたいなことでどん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 こう、僕のファンをやめていくんですよ、こうしてる間にも一人一人とファンは減ってるわけですよ、ね、僕が手出してるわけですからね、僕のいけすから魚は逃げていってるわけですよ、ね、そこで私はその女に電話することにしまして、ファンレターに番号載ってたんで、生電話、生電話、ただ僕も若干やっぱテレビ出てますんで、僕の番号でかけてしまうと、やっぱね、ちょっと問題ありますんで、僕の後輩であの赤い自転車の宮田ってやつがいてまして、そいつがね、言ってる、そいつがね、売れてなくてね、これからも売れることはないので、そいつの番号でかけてやろうと、夢がある、夢がある、いちいち最低やな、で、電話してるんですよ、ね、その宮田に電話かけさせて、で、僕中目黒住んでるんですけど、中目黒の駅前に呼び出しまして、ね、全部この時間に下に待ってたんですよ、僕は。で、ちょっと後ろの茂みにちょっと怖かったんで、後輩10人ぐらい隠して、いざとなったら行ってくれっていうことで、結構多いな、おい、はい、待ってたんですよ、ずっと。で、その時間に来たんですよ、その女の人が。で、めちゃめちゃ可愛かったんです、あの黒木瞳さんをちょっと若くしたみたいな感じで、でも怖かったんで、ドキ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 っていう恐怖のドキドキから可愛い人来たんで、なんか吊り橋効果でちょっと恋の感情に変わってきました、ちょっと好きな違うドキドキ、違うドキドキ変わってきました、とりあえず後輩に帰れと、うん、10人の後輩、後輩に帰るか言ってんだけど、あとは任せてくれ、で、家に来なさいって言って、その女の人に説教するぞって言って、はい、家に呼んで、なんでそんなことをしたんですかって言ったんですよ、だ、もう好きで好きでたまらなくてやってしまったんです、で、僕も好きだと、え、それどうや、いつから僕も好きだと、で、お互いちょっと、まあ、その夜に、まあ、結ばれたんです。無人爆撃機と結ばれたんです。無人爆撃機に乗り込むことになりまして、私が。で、それからもう37歳のこのね、やっぱこう、まあ、その魅力にどっぷりとハマってしまいまして、それからもう僕、週5ぐらいでその人に電話するようになりまして、後半向こうが電話出なくなりまして、結果僕今着信拒否されてます。おそらく今僕の生き量が向こうについてるんじゃないか。アホやなこいつ。一発目にする話か。あの短い間に最低がいっぱい決まった。僕が小学校3年生の時の話なんですけど、同じクラスに金沢さんっていうめちゃめちゃ可愛い子がおって、金沢さんめちゃめちゃ好きやったんですよ、で、まあ、小学校3年生の時やからもう何を考えてたかちょっと自分でももう分かんないんですけど、放課後教室に忍び込んで僕金沢さんの水着をちょっと拝借して教室でこう眺めてたんですよ、金沢って書いてある水着を、なかなかのもんや、で、だんだんこの見てるだけじゃ
こう止まらんくなってきて、それ自分の服を一回脱いで、その金沢さんの水着をこう着てみたんですよ。ちょっとなんか金沢さんと一つになりたいと思って、はい、でだん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 金沢さんと一つになってたら、どん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 興奮してきて、それだけじゃちょっと何かないかなって探して、金沢さんの笛があったんで、それをちょっとこうピーッと吹きながら教室をうろうろしてたんですよ、一人で。うろうろしてて、だん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 テンション上がってきて、ピーピーピーっていうこのピーがだんだん大きくなってきて、はい、一番でかい時に教室がガラガラって開いて、その時一番怖い先生の新見先生っていう先生がいてるんですけど、お前何やってんねんと、ちょっと出てこいと、人として間違ってるっていう感じで、僕この金沢さんの水着着たまま笛持ちながら、僕廊下でこう正座させられて説教を受けたんですよ。でその説教を受けてる時に、その1階の校舎の廊下で説教されてたんで、運動場で金沢さんがたまたま放課後そのバレーボールかなんかしてて、たまたま僕の水着を見つけて、まあれ私の水着着てる、地獄や、地獄です、ほんま。で僕も人生終わったなと思って、金沢さんからも見られてる、先生からも見られてるってなって、僕テンパって、僕泡吹いて倒れたんですよ、その瞬間。で先生が自分の説教でその僕が泡吹いて倒れたもんやから焦ったんか分かんないですけど、おお大丈夫か金沢って、ここの水着の名前呼んだまあ他局でね、申し訳ないんですけど、何年か前にね、ガキの使いっていう、まあ番組はずっと僕25年ぐらいやらせてもらってるんですけど、その時に、まあ、あの番組は一応なんかこう、まあ毎週とまではいかないですけど、まあ実験的なことをね、ちょっとやっていこうっていうコンセプトではやってるんですよ。ほんで何年か前に一回考えたのが、なんかあのおなら対決みたいな、おならのこき合いでなんかみたいな対決を企画して、そんなもんおならなんて自然に出るわけがないので、まあそのでっかい注射器みたいなのに、まあゴムのこんなチューブでおけつに先入れて空気をある程度溜めて、みんなでいろんな音色のおならをこう対決みたいな、まあ企画でやったんですよ、会議で。じゃあまあおもろいんちゃういけんちゃう、じゃあ来週やろうねって、まあ会議一生懸命やって帰りますよね。実はその収録の日ですよ。でもああいうのってまあ皆さんご存知でしょうけど、あの結局 AD とかスタッフがみんなあのシミュレーションをね、ほんまにちゃんとできるのか、でどれぐらい入れたらちょうどいいのか、入れすぎてもあかんし入れなすぎてもあかん、でどんな風にやったらどんな音が鳴るのかって、みんなやっぱりスタッフもやってくれるんです。でまあ我々にもこうしたらいいんじゃないですかとか教えてくれるために、まあ昼からやってるんですよね。で我々にしたらまあ夕方ぐらいにまあなーってまあ入るんですよ。なんかね、めったにそんなことないんですけど、なんかその日段取りが悪くて、だんだん俺本当にね、25年やってて、そんなこと 2,3 回しかないんですけど、何待ちやこれってなって、ちょっとさすがにだんだん腹立ってきて、ちょっとセット見に行くって言ってセット見に行ったら、またなんか僕がね、その会議で言うたイメージしてたんとなんか全然違う感じのセットで、さすがにちょっと、あもうええわ、ちょっと集まれって言って、まあこんなの本当ないんですけど、もう僕のまあそんな大きくないくない楽屋にね、もう男ばっかりですけどね、30人ぐらい並べお前らって言って、どういうことやと、セットも俺の言うてたのと全然ちゃうし、何のための会議やと、こんなもんね、番組っていうのは信頼関係でやっていかないとあかんねやって言うたんですよ。ほなこうみんなパー立ってるんですけど、何人かがもう震えてるんですよ。嘘でしょ、嘘でしょ、あれあれ、そう嘘やろで俺トーンがめちゃめちゃ高かったから、その時は分からんかったんやけど、ちょっとトーン落としたら至る所で屁こいてるんですよ。とにかくみんなもうシミュレーションで屁が止まらんのよ。でもみんなグローなってて、俺もうやばいと思ったんやけど、その振り上げた拳を下ろされへんから、なんか、ま、兵に負けるか兵対俺みたいになって、衣装もな言うてたんとちょっと違うしななあとか言うたら、なんかブーブーなあブーなあブーブー。で一番偉いやのチーフの柳岡っていうのが一番兵こいてるやつ、前回以上松本さんがこんなに言ってんのねって言って、ケツバーン蹴ったらボリボリボリ全員で大爆笑してた。へーって偉大やね、へーって偉大やね。
ね、すぐにあのツイッターで喧嘩をしてしまうんですよ、一般の方と。なんか分かる、あんでもないわ。腹立つんですよ、なんか言われたら。一回番組出た終わってから、なんか面白くないっていうコメントが入ってたんですよ、お前面白くないみたいなって。腹立って、面白くないというコメントの方が面白くないと思いますって返したんですよ。そしたら向こうが、芸人さんだったらもうちょっと面白い返ししてくださいって入ってきたから、いや、いちいちお金をもらってないのに面白い返しをする必要ありませんって僕は書き返したんですよ。で、他の芸人さんに同じこと書いた時はもうちょっと面白い返してくれましたって来たんですよ。そういうやり取りでうわーってしてて、相手のプロフィール見たら小学4年生の女の子やったんですよ。で、それで喧嘩してめっちゃ腹立ってて、そしたらなんか吉本の方から呼び出し食らいまして、なんかブログとかツイッターが炎上してる芸人ばっかりの講習会が行われまして、そこにあのキングコングの西野とか南海キャンディーズの山里とか呼ばれるんですよ。で、一人一人個室に入って吉本の弁護士の先生とか偉い社員さんとか元警察官の人に囲まれて、お酒を飲んだら変なツイートをしてしまうっていうので、飲んだら書くな、書くなら飲むな、みんなで復唱させられました。レクチャーがあるわけな。急に今飲んでないよね。飲んでません。TMC っていうスタジオあるじゃないですか、うん、東京メディアシティっていうチルタスタジオに、よくもあれっていろんなあの各局の番組を収録して、ドラマとかも撮影されてるんですね。そうそうそう。で、僕ちょっとあの早めに仕事が終わったんで、あの1時間ほど早くその TMC の学園に入ったんですよ、で、それはあの特番の収録やったんですけど、まあちょっと休んどこうと思って、で、学園に入ってテレビつけたら、あそこの楽屋っていろんなスタジオが映るんですよね。そうなのね。収録してるとことか、それこそリアルにドラマが撮ってるところとかが映るんですけど、僕がパッとつけたらたまたま僕が出る特番のあのカメリアをしてたんですよ、スタッフの皆さんが。で、首からね、こう名前をぶら下げてるんですよ、タレントの。関根勤とか鈴木奈々とか、でも陣内智則ってつけても AD の、あここに座んねやとか思いながら、どんな番組知らなかったんで、ほんならカメリアなんで、こう司会者の人がちょっとこうスタッフだけで楽しむような感じで、関根さん、あの今日何食べたのみたいなことを言ってるんですよ。まあ、関根さんも扮する、まあ AD が、あ、カレー食べましたみたいな、別にそんな大した話じゃないですけど、それでクク笑ったりしてるんですね。で、ほんで鈴木奈々ちゃんの AD の女の子に、靴汚いねっていう、ほんであのカメラさんがバーって靴を寄ったら着てなかったんですよ、ほんならまあわー笑ってるんですよ、スタッフが。なるほどね。ほんでその司会者が今欲しいもの何って言ったら、鈴木奈々が扮する AD の女の子がお休みですって言ったんですよ。そこは靴だろお前みたいな感じはでももう芸能人の感じでやってんですよ。次僕扮する陣内智則に、陣内君はいいね、今日終わったら奥さんの手料理食べれるからって言うてんですよ。あれって思って、ちょっと待てよ、楽屋で、何この感じだ。僕扮する AD のやつがちょっとニヤッとして、いや僕奥さんいないんですよって言うてるんですよね。あれなんかどっか聞いたことあるな。首なんか、いや、綺麗な奥さんで羨ましいよって言うてるんですよ。言うてるんですよ。で、その僕扮する AD が、いや離婚したんですよって言うてるんですよ。言うてる。司会者が、って言うてるんですよ。これ僕と松本さんがよく番組で、あの陣内お前ええな奥さんおって、いや僕離婚してるんですよ、知ってるやろっていうくだりを僕がいないとこでスタッフがゴリゴリにいじってるんですよ僕を。これ何やこれ思って、汗かいてきて、こんなとこでこんないじり方してんねや思って、ほんなら司会者が、あの家帰って奥さんおるからね、で僕が僕扮するやつが、いや僕離婚したんですよ、でそいつが言うて、僕扮する AD が、いや知ってるでしょ言うて、ケタケタ笑ってるんですけど、その司会者の首から草の人して絶対せえへん。草のさそんな金せえへん。絶対草の人そんなこと絡んでこえへんと。同じ人としても全然ちゃうと。それやりたかっただけみたいな。無にしてもリアリティだよ。そうなんですよ。僕のいないとこでスタッフ同士がその絡みで遊んでるんやことにゾッとして。来ますね、はい、だからあの時はしゃけへんかったらよかったんちゃうの。パスパスなし、まあ、いやもういいよ松本さん、僕のトークの引き出し底なしっすよ。マジかお前、行かしてください。いけー行かしてください。ハードルを下げてご覧ください。なんでハードル下げるの。言うてること全然ちゃうよ。どっちやろ、裏なの。あの各劇場に各劇場になんかそのよく事務所になんかそのなんていうんですか、
なんかそのモテるためだけにお笑いやってるみたいなやついるじゃないですか。芸人でもお前もほんまやらしいやつやな。きっといるんですよね。キャーキャー言われたり、キャーキャー言われたりだけでもネタも作らずにもう髪の毛とかばっかけじくりまして、いるじゃないですか。あれ僕なんですよ。あれ僕なんですけどね。そんな僕がね。そんな僕がね、松本さん。ほんまか。今のちゃうやろ。今下に入れたよ。今下に入れたよ。いわゆる下に入れたよ。ザ・漫才のチャンピオン、そんなことしない。そう、聞いてください。そんな僕が一回ジャニーズのヤマピーに憧れてる時期がありまして、僕村本なんで自分のことをムラピーと名乗ってですね、よく自分のブログに自分の顔写真をアップさせまして、どうもムラピーですということでブログをうわーって更新しまくってたんですよ。で、ある日あの過激派のヤマピーファンからブログを襲撃されまして、なんかもう3000件のだから死ねっていうコメントが山ほど来まして、まあ、判断かったな。死ねがやっぱ3000件も来ましたらもう慣れてきて、当たり前に聞こえてきて、死ねがこんにちはぐらいの感覚に聞こえてくるんですよ、言われ続けると。で、内容もすごくて、何がムラピーだバカロー、気性悪いんだバカローみたいなコメントが山ほど来まして、一番びっくりしたコメントが、てめえにピーはもったいねえってコメント来まして、でもその中でもかばってくれるファンの子もいらっしゃいまして、そのコメントがまあ真面目で、ピーはみんなのもんだと思いますっていう真面目なコメントが来まして、すごいなんかもう喧嘩が始まったわけですよね。で、ブログには死ねを消す担当の人がいるんですよ。あ、良くない言葉やから。そうそう、なんか死ねって書いてるとなんかイメージが悪くなるからって削除する担当者がいるんですよ。そのこと知らなくて、夜中にその人から電話かかってきまして、あんたのせいで残業続きだよって怒られました。どうかして怒られたって。そうなんだ。担当者がいるんですよ。すぐだけしてる。はい、人が消してる。どっちかというとなんかためになる話みたいになってます。これ本当に誰も悪くない話なんですけど、誰も悪くない、はい、ついこの間に僕はあの、まあ、離婚したんで離れて住んでて、でもしょっちゅう会いに行ってるんですよ。で、会いに行ったら、パパ来たって喜ぶんですよね。うちの子も4歳半なんですけど、で、一緒に寝る、パパ来たからパパと今日寝るって言って、やっぱ男の子なんで、いつもあの普段は日中はパンツ履いてるんですけど、寝た時はおねしょするんでまだおむつなんですよ。でもパパ来たから俺今日寝る時もパンツのまま寝てみるよって挑戦、男の子の挑戦やから、うわ頑張れって思って、よしじゃあ頑張ろうなって、うん絶対いけるよみたいな言ってて寝たんすよ。でもすごい、まあ、隣に出るんですけど、気になって気になって、僕もおねっしょの癖が結構あるんで、すごい気になって、でもしした時にあの、ね、寝ぼけてる間に着替えさせてあげて、朝どっちにしてもおねっしょしてなかったなっていう風に持っていってやって、自信つけさせたいと思って寝て、でまあさっき子供が寝るんで、で夜こう確かめて、あしてないって、後ろも回ってないかって確かめて、でまたこう寝てて、あでも起こしたあからこう優しく確かめて、あ大丈夫大丈夫って、結局気になって何回も何回も確かめてたんです。で朝結局おねしょしてなかったんですよ。でよかったなって言って、そのインターナショナルスクール通わしてるんで、そこあの送って行って、であの元嫁と一緒に部屋におったら、あのすぐ学校に着いてから電話がかかってきて、奥さんの携帯に、で聞いたら、あの何々くんがあの昨日パパが来たんで一緒に寝たんと、であの夜中にパパに何回もおちんちん触られてで、それ何回も何回も触られてすごくあの怖かって起きたけどすごい寝たふりをしてたと。それを奥さんに言って、僕はその内容知らんかって、奥さんがええって言ってるんで、あのちょっと確かめてみますって聞いて、で奥さんからその話を聞いて、もう涙出そうなんて、そんなんじゃないのにって言って、現在も鼻足の親父のアイアンかって言って奥さんに説明したら、いやそんなことやと思った、私はまさか自分の子にそんなことをする子やとは思ってないと、あなたはすごい別れても父親らしいことを頑張ってやってくれてるんで、で息子が勘違いするのはまだ子供やからええけど、大人の先生も全員外国人の方なんで、そういうとこは厳しいねんけど、それにしてもまずそういうとこ疑うかと、大人やねんからそれはなんか誤解があったんやろうって言うて、そこあなたはそれ頑張ってあなたを疑うのがすごいショックや、おかしいって、あの呼び出し何やったら学校終わるまで来てくださいって言われてるって、
でも僕が説明したら「そうやんな」って「電話するわ」って言って、でもちょうど俺もおるからまだ東京に帰ってないから、そうやったら一個直接会って、でどんな先生かも一応僕もお手なんで挨拶しときたいからって言って、で車の中でもやっぱ奥さんは怒ってるわけですよ。もうそう、あの子供はええねん、それはもう誤解あるかもしれんし、僕ほんで集中したらすごい鼻息荒くなるんで、夜中にお父さんが鼻息荒くてて、そんなもん怖かったんやろと、で子供も頑張って寝たふりすんのもってな、また泣けそうになってきてほんでいざそこ幼稚園に着いて、ほんで先生がまだ授業中なんですけど、そこの校長先生すごい白人のおじいさんみたいな外国人の方と、で担任の方も預けて抜けてきてくれて、ほんで「面接はいつもお世話になってます」って言って、で先生が日本語喋れるんですけど、こうで何々君がこう言ったんですけどって言って、でもうちの奥さんは、まあ、僕が多分最初に説明してから奥さんの出番やったんですけど、奥さんはこう、そのうちの人はそんな人じゃないっていうのを言いたいから、僕が説明する前に「お子さんがこんなんやっておちんちん触られたって言ってるんですけど」って言った時に「いやこの人ね、今まで別れたんですけどすごい父親らしいことやってくれてました、それやのにショックです」って言ったんですよ。でその「あのいや誤解いやなんか抜けてるんだよ、すごい頑張ってくれてたのにショックです」みたいな感じ聞こえんちゃうかなって言ったら、そのすごいおじいさんみたいな校長先生が目つぶりならこううなずいてたんですよ。でもそこはちゃんと説明して終わったんですけど、これ誰も悪くないでしょ。でも悪くないけどすごい切ないんですよ。いまだに泣けてくるんですよ。いまだに泣けてくる。息子のこと思うとね、何も悪くない、何にも悪くないですね。いや、悪いし、裏持ってて正反対だもん。いい父さんだな。10周年ですから、僕が初めて出させてもらったのがまだ20代、29とかけど、もうだから40なんですよ、ジュニアも。僕いろんなことをこう変えていかなあかんのじゃないかと、そういう時期なんじゃないかと思うんですね。だからこう例えば仕事でも、今俺あの音楽全く聴かなかったんですけど、スペースシャワー TV で音楽番組やらせてもらったりとか、でこう いろんな異業種の人とお酒飲んだりとか、知らん世界の人たちとご飯食べたり、こうアグレッシブに、俺全くできなかったんでアグレッシブにしていこうとか、例えばこう服も黒い服ばっかり着てたのをこれちょっと色をね、取り入れてとか、もうしょうもないちっちゃいことですけど、そのもう合理的にっていこうとする部分があって、例えばこうスニーカーをちょっとわざと大きいの買って、で紐ゆるゆるにしてスッスッって履けるようにして脱げるようにってずっとしてるんですけど、ハイカットのスニーカーやと、そのゆるゆるやから、このハイカットの上にジーパンが乗っかる、めくれてる感じになる、これを直す、歩いてたら乗っかる、直す、あ俺ずっとこれで来たけど、ここでギュッてやるタイプにすると、毎回ね、その毎回結ぶほどくのストレスよりこう乗っかる直すのストレスの方があるんじゃないかってことで、ギュッとするようにしたりとか、なんかこうやってこういろんなことを変えていこうと思って、その音楽番組、音楽プロデューサーの蔦谷好一さんという人が出てあるんですけど、終わりで「ジュニアさんご飯行きませんか?」って言われたんで、あ「行きましょう」と「ご飯行きましょう」っつって。でいろんな音楽の話聞かせてもらったりしてたんです。ほんなら電話が鳴って、その昼間その番組のゲストに来てはった斉藤和義さんが電話でいて、ジュニアさん一緒に飲まないですかって電話が出てきたんです、ほな行きましょう、そっち行きます、合流しますっつって、で行ったんです、ほなそこにはあのクロマニオンズのマーシーさん、あの元ブルーハーツのハイローズのマーシーさんがいてあって、あどうもはじめましてみたいな、ほなすごい僕はお笑いが好きで本当に芸人さんのことをリスペクトしててみたいな、でこうだよね芸人さんはこうだよね、笑いってこうだよねっていう、すっごいこう心地のいい熱い話をいっぱい聞かせてもらって、で寄席なんかに僕はもうしょっちゅう通ってると。だからあの例えば今だったら落語家さんだと、あの人とあの人とあの人がすごいいいねとかって、俺が知らんような落語家さんの名前とかもガンガン出てくるんですよ。
で、いやそうですかってめちゃくちゃ楽しい話、いろんな熱い話聞けて、じゃあさ、今からみんなでカラオケ行こうよ。おー、俺カラオケなんて全く歌いかないし、ここは行きましょうっつって夜中3時ですけど、みんなで行って、ほんな斉藤和義さんが、ハイローズの青春って松本さんがドラマでやった時の主題歌を斉藤和義さんが歌ったりとか、マージーさんが自分のあのアンダルシアに歌ったりとか、すげーとかってめちゃくちゃ楽しい時間、もう飲んで飲んで、うわ楽しい、で5時にそろそろお開きにしましょう、ほんま楽しかったです、またあの実の声かけてくださいっつって、俺タクシーに乗ってで帰ったの。ほんならもうめちゃくちゃ飲んでますから、もう尿意が半分なくなったんですよ。もうすぐ着く、これもうすぐ着いてエレベーターで、うち9階なんですけど、そこをスーッと行かないとこれアウトやな、逆に言うと何もつっかえずにずーっと行ったらギリ行けるなぐらいの、これやばいぞーってタクシーついてお金払うてエレベーター1階あったんで、あよかった思って乗って、もうそこで鍵でごちょごちょしたらもうアウトやから、鍵出して家の鍵持って最短距離で玄関行ってスッと開けて玄関入って、よっしゃ間に合った、ギリ間に合った思って靴脱ごう思たら、例のギューにしてるわ、俺3日前から牛のタイプにしたいやん玄関でフルに行きました40でフルフルサイズそう簡単に変えるもんやないねこういうことがあるな、怖いな、フルで行きたいな9月の頭ぐらいかな、はい、静岡で仕事してて、で帰ろうと思って駅に行ったら、なんかものすごいざわついてて、あんまりこう見たことないぐらい騒然としてて、なんだろうなと思ったら、集中豪雨で新幹線が2時間遅れてますと、でうわ参ったな、これここで2時間待つのは厳しいなと思ったら、まあマネージャーがすぐ、現状把握しようと思って係のところに行って帰ってきたら、ちょうど2時間前に着く予定だった新幹線が2時間、遅れて今着きました、で席が 3,4 席空いてたんで抑えましたと、ただいつも2人隣で並んでますけども、今日はちょっと席が分かれますと、で、まあ、マネージャーもよく知ってるんだけど、俺知らない人とあんまりこう隣でこう座ってるっていうのが苦手なんで、まあ嫌だなとは思ったんだけど、まあ、しょうがないと、で別にそんなおかしな人もいないだろうし、まあ2時間待つよりいいかと思って行って席に着いた時に、まあ軽い不安が流れる感じのちょっと太った人がそこに座ってて、まあ太ったって言っても本当にこう席パンパンになるぐらいの、でその人がちっちゃいノートパソコンみたいなのをこう開いてビールこう置いて、なんかちょこちょこってやってなんか見てる、まあいやこれはキャップ深めにかぶってあまり関わらないようにして、でまあ時間をやり過ごそうと思って乗ってたら、その横目でチラッと見たら、こうビールをクビってちょっとだけ飲んで、その後ちっちゃいゲップをペッってその人がして、でまあこれゲップするだけだったらよかったんだけど、その後強烈な匂いがしてきて、おそらくシューマイ弁当を食った後の匂いだ、これうわ参ったなこの人も勘弁してほしいなと思って、まあとりあえずしばらく息をせずに、まあ、ごまかしながら、ちょっとまた新幹線が進み出して 2,30 秒してからかな、またビールちょっとクビッと飲んで、でちっちゃいゲップしたら、またその匂いがふわっと、これダメだ俺このままではちょっとやばいなと、そしたらまた同じ状況でクピッ、もうこれダメだと思って3回目の時に、って相手にちょっと俺は嫌ですよっていうのを示したの、声で、ね、でもその人はもう全然気にもせずにずっとパソコンこうやりながら、でまたクピッ、同じことを繰り返すから、でまあその太った人見てるともうどんどん腹立ってきて、なんかいろんな嫌なことが見えてきて、髪型もちょっともう全体薄くて銀縁の細いフレームの眼鏡してるんだけど、それもここがもう横食い込んでんのよ、太ってちゃんとしたの買えよって、もうイライラ感が募ってきて、もうこれ我慢できないから一回席立って冷静になろうと思ってトイレのある車両に行って、でまあでもやっぱりこれは泣き寝入りするしかないかと思って、まあ俺も大人だから
そろそろちゃんとしようと思って席に戻ったらパソコンのところにこうやってもう寝てんのよ、寝てるもうこの手もちょっと歪みに見えるぐらいの感じで寝てて、あ、そっか寝てれば大丈夫かもうゲップしないだろうと思って、まあほっとしながら座ったらやっぱりそういうやつってこうなんか YouTube かなんか見てたのね、見てる絵が下品なのよ、なんていうの、白い水着のトップレスみたいな女の子が出てる映像がこう止まってるわけ、しょうがねえな、見るのはいいけどこんなの新幹線で見るじゃなくて部屋に帰ってくれよって思いながらちょっと見たら、たけし軍団パンツの中身は何だろうなって書いてあって、トップレスの女の子じゃなくてブリーフ一丁のたけし軍団の絵がそこに止まってた、多分それだから見ててこいつ気づいてたんだと、カップ深くかぶってこうやってたけど気づいてたんだと思ってもうめちゃくちゃ恥ずかしくなってちょっとした間に寝るぐらいつまんないのかって思うのもちょっと何だよこう思うんだね、何も出ない、面白いってパンツの中身は何だろうな、もう結構面白かった自分たちで、携帯電話の話なんですけども、携帯電話の話、携帯電話をずっと使って5年ぐらい使ってたんですよ、あすごいね、ずっと前のやつが、うん、だからなんかこう、まあ、落としたりいろいろしてて、うん、なんか辞書変換機能、自動変換機能っていうのがちょっとおかしくなったんですよね、うん、でっていうのは例えば、宮川さんから入ってきたメールが、うん、内容は宮川さんのままで、うん、例えばその相方中川君の名前でメール入ってくるみたいな、でその時全く気づかなくて、うん、なんでこんなメール入ってくるんやろなぐらいの感じで、うん、なんかその芸人みんなで集まって、うん、なんかギャグ練習会とか、うん、ちょっとやろうぜみたいな話があって、とりあえず僕が代表としてみんなにメール送ってたんですよ、うん、この日やるみたいな、うん、あるけど来れる人って一斉送信で送ったんですよね、うん、ほんだら2年前ぐらいにコンパした滋賀の女の子から、うん、ぜひ参戦させていただきますっていうのが来て、うん、おんと思って、うん、僕はもうその時気づいてませんから、うん、これなんでこんな女の子が、うん、ギャグ大会練習来たいねんと思って、うん、どういうことやと思って、うん、そっから1週間ずっと様子がおかしかったんですよ、うん、なんか親戚のおっさんからコンパあんねんけどこうへんとかうんと思って、なんかあのおばあちゃんの名前でツタヤのマーク出てこれを見せると 10% オフになりますとかうんと思って、でずっと気持ち悪いなっていうのがついてたんですよ。である日もこれはおかしいと思ったのが、お風呂から上がって見たら僕あの大阪の住吉っていうところ住んでたんですけど、うんうん、住吉区役所の名前で、うん、メール入ってたんですよ、うん、内容が、うん、おいちゃんと飯食ってるかって言ったんですよ、次お願いしますだから調子に乗るの、正義は語れへんのかと思った話なんですけど、うん、あの新快速って言って大阪であの電車があるんですけど、うん、何個か駅を飛ばしていくっていう、うん、乗った時に、うん、あの普通は横並びでこういう感じの電車なんですけど、新快速って4人掛けっていう席があって、うん、で僕このドア入ってすぐここの4人掛けのところにこうやって、座ってたんです、うん、で前にはサラリーマン風の人がバーンって2人座って、でなんか部長クラスっぽい人と社員みたいな、で僕こうやって、まあ、あの話にこう襲ったらごっつ後ろがうるさかったです、うん、なんかなと思ってチラッとこうやって見たらドアの前になんか若い兄ちゃん 3,4 人が地べたに座って、うん、なんかうわーって騒いでるんですよ、うん、でもうドアの前やしこれえーってなってたら、まあでもこれはまあしゃあないか思ってこうやっとったら、その部長らしき人がそれをチラチラ見て、俺あんな許されへんわって言い出したんですよ、ね、あんな礼儀もマナーも何にもないやないかって、うん、わし言おうかなみたいなことを言い出したんですよ、うんうん、ほんであのその社員の方がいやもうやめた方がいいんちゃいますと、うん、そんな何されるか分からんし、もう次の駅ですから、でそこでもう降りて回って行きましょうって、であそうかでもわしなってずっと見てて、で10分ぐらい経って初めの駅に着くんですけど、まあ、そこで降りはるんですけど、結果電車がホームにサーッと入った瞬間にもうパッて部長は立ち上がり、バーッとくさだって言ってその若いやつらのとこ行って、うん、降りんねん邪魔やって言うたんですよ。みんなら車両はキーンってなったんですよ。うわ言うたみたいな。で一番びっくりしたんですけど、降りんねん邪魔やねん言うた逆のドア開いたんですよ。落語かお前。ほんならその若いやつがおっさんはこっちから降りんのか言われて、顔真っ赤かにしてこっちから降りて。正義は破れたね。かわいそうです。かわいそうやな。いやあれはもうえぐい話です。えぐい話やな。ちゃんと開いたら決まったんやけどな。
あのですね、家にいたら事務所から電話来まして、至急決めたい仕事があるからすぐ来てくれって。ああドキドキするな。で僕世田谷に住んでて恵比寿だったんで、タクシーで行こうと思ってタクシー会社に電話したんですよ、そしたらその近辺にもタクシーがないと、行くにしても20分かかるんで、でじゃあもういいと、じゃあ自分で止めるしかないなと思って、家出たらそこにタクシー来て、手挙げたら止まってドア開いたんですよ。あこんなすごいタイミングあるんだ、出てきて手挙げてドア開くんですから、で乗って「すいません恵比寿までお願いします」っつって運転手見たらすっごいおじいちゃんなんです。もうすんごいおじいちゃん、あの今までみたいな中で一番おじいちゃんみんなが想像してるおじいちゃん一人おじいちゃんだ。世の中一番年取ってるんで僕は新聞持ってきたんで、あの恵比寿までお願いしますって新聞読んでたんです。そしたらパパパパッパパパパッ、なんだと思ったら後ろの車がパパパパッパパパパッ、何あんな怒ってんだと思って窓の外見たらめっちゃ遅いんです。もうめっちゃ遅い、あの早歩きのおばちゃんに抜かれるぐらいめっちゃ遅いんですよ。で見たらもう何十台って後ろに連なってるんです。あの渋滞に巻き込まれたことってあるけど渋滞の先頭走ったことって初めてなんです。でパッパッつってみんなパッパッパッつってどんどん抜いてくるんですね。でもおじいちゃんはその速度なんです。で全部抜かれた後に信号が見えたんで右にお願いしますつってまた新聞読んだんですよ。そしたら着きましたって言うんですよ。えまだ家出て 2,3 分なんで着くわけないんです恵比寿に。したら信号じゃなくて曲がれる右のところを曲がって、そのドンツキが人の家の車庫だったんでその車庫入っちゃったんですよ。で違うと、出てくれ一回出てくれっつって一回出てもらって、あの信号を右に曲がってくださいっつって、あ分かりました、あの信号右ですねっつってこう右曲がったんですよ。そしたらその次に次はどこ右ですかっていうの、あのね、延々に右に曲がってたら自分のとこついちゃうからね元通りに。だから俺が何か言うまでとにかくまっすぐ行ってくれっつったら50メートルぐらい先の横断歩道をおばあちゃんが渡ってたんです。したらペペペペッペペペペッそのジジイペペペペッペペペペッ、おばあちゃんなんか早く渡れたんじゃないですか、ペペペペッペペペペッつって、おばあちゃんのギリンとかで止めて、なんて言ったと思うんです、もたもたしやがってお前だろジジイババアに厳しいジジイ。ですね、僕ちょっとあの性格的に人見知りがちょっとありまして、あんまりこう皆さんの中にワニとかパッと入っていけないタイプでして、でそのあの人見知りのピーク、これでもちょっとマシになった方でして、ピークが高校の時やったんですよ。高校の時ほんますごくて人見知りが、朝学校に行ってでまあ家その後帰ってきてふと考えて今日誰とも一言も喋ってないなとかザラにあったんですよ。であの3時35分に6時間目が終わるんですけど、3時46分の電車乗って帰ってたんですよ。とりあえず早く帰りたいっていうので、で全然楽しくない最低の高校生活やったんですけど、その一回だけそんな僕にもその恋の噂みたいのがありまして、あの同じクラスメートですごい地味な女の子がおったんですよ。ほんまにベタに眼鏡かけてて、お下げ髪で化粧も全然してなくて、その制服とかも全然その標準のままのすごい地味な女の子がいまして、風の噂でその子が僕のことを好きやって言ってるっていうのを聞いたんですよ。でまあそう言われたらそんな地味な子でもちょっとこの気になるというか意識してしまうんで、こう休み時間とか気づいたらこうなんか目で追ったりとかしてしまってたんですよ。で体育の授業の時に男女別で授業があったんですけど、男子がなんかグラウンドで何かやってる時に女子があの砂場のところで走り幅跳びをやってまして、で何気なく僕こう見てたんです。なら女子のまあ走り幅跳びなんてみんなもうめっちゃ適当にやるんですよ。助走も軽くちょっとだけ走ってきてでポーンって飛ぶぐらいなんですよ。でパッて見てたら次その地味な女の子の番で、あの子やと思って見てたら、まずその助走がもう全力疾走なんですよ。めちゃめちゃ思いっきり走ってきてでバーンって踏み切って、こうなんていうんですかね、この空中歩くみたいな、本格的なやつマジのやつ、はい、できてないんですけどやろうとしてる感じの飛び方で
でパッと着地して絶対後ろに手つかず前に倒れ込んですぐ記録見るみたいな。なんかえらいこの子マジやなと思って、ちょっと変わった子やなと思ってたんですよ。ある日学校終わって帰る時にその子に呼び止められまして、西澤君ちょっと今日一緒に帰ってくれへんって言われたんですよ。でまあ方向は一緒やったんで、まあいいよって言ってまあ帰ることになったんですけど、そのまあ帰るのがまあ高校から近くの駅まで歩いて、で駅から地元の駅まで電車で帰って、で地元の駅から家まで自転車で帰るっていうまあ帰る陣なんですけど、まあ喋りながら帰ってたらその子が最近私原付の免許を取ったんやと、で今日初めて家から地元の駅まで原付でバイクで来たんよって言うんですよ。それもすごい意外で、こんな地味な子やのにその原付の免許なんか取んねや、すごい意外やって、あそうなんやって言って、まあ地元の駅着いたんですよ。で僕自転車で行ってたんで、じゃあ俺自転車やからここでっつってバイバイっつってまあ別れたんですよ。でまあ駐輪場自転車取りに行って、僕駐輪場から自転車乗ってパーって出てきたら、その子が僕の前をこうバイクでこうプーって帰っていったんですけど、そう僕はスクーターに乗ってるもんやと思ってたら、全然スクーターじゃなくて、50cc やのにレーサーレプリカタイプの NS1 っていうバイク乗ってます。そっちなんやと思って、女の子ですあのバイク乗ってるの初めて見た。本気のビーって言いながら、で結局その後別にその告白されることもなく一緒に帰ることもなかった。帰られないね。それっきり、それっきりです。お付き合いしてない。お付き合いも全くしてない。あ、つかに、これは高校3年生の時の話なんですけど、クラスメイトにしばっちっていう男の子がいたんですよ。はい。でその子はほんまに寡黙で、それこそ西田君みたいに誰とも喋らないし、誰ともつるまないですよ。で休み時間とかも一人でどっか出かけたり、昼休みとかももう決まって、なんかこう中庭のベンチみたいなもう定位置があって、そこで飯食うみたいな。で誰とも話さないし、その声聞いたのもその授業とかで当てられた時だけ、まあ短めの言葉でちゃんと答えるみたいなところで声は聞いたことあるんですけど、笑った顔とかも一度も見たことないですよ。で笑う人なんかどうなのかも分かれへんみたいな。で一応僕その高3の時、まあ お笑い好きやったのもあって、なんかちょっとこう面白担当みたいな位置あったから、まあ授業中とかにボケたりするじゃないですか。はいはい。だからクラスメイトとかわーってウケるんですけど、しばっちだけは絶対笑ってないんですよ。でいつもね、そのみんなを笑わせたところでしばっちは笑わない。あ、もうしばっちのツボには俺ははまらんのやなみたいな。そんなところでまあ1学期2学期終えて、3学期に生物の授業で理科の実験室みたいなところ行って、果物の細胞を調べるみたいな。で理科の班がしばっちとも一緒の、男さん女さんの6人組みたいなになったんです。で果物とかブワーって並んでて、リンゴとかはもう食べれるようにカットした状態、みかんとかも剥いた状態で並べてあって、まあその中時間つぶしみたいなのもあるから、ちょっとつかみがてらリンゴのその切られている実の部分にみかんの皮をそのリンゴの皮っぽくちょっとハサミで切って、そのリンゴの実にみかんの皮を乗っけて、ちょっとみんな見てこれミンゴってボケをしたんですよ。まあこれつかみ程度の、別に受けんでもいい程度のことを言うたんですけど、そしたらしばっちがプッブーッハ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 ッって笑ったんですよ。で初めてみんなその姿見るから、あれ何やろって一瞬ピタッて止まったんですけど、しばっちがうわーって笑ってるから、しばっちが笑ってるってなって、うわーって拍手が出て、つかじやったな、つかじやったなって、うわーって盛り上がったんですよ。でしばっちはしばっちで照れくさそうに、でもみんながこうなんかこう楽しそうに幸せそうに笑ってるの見て、笑っちゃいましたみたいな感じの顔で、つかじすげーすげーみたいな感じで楽しく終わって、先生もしばっちの初めて笑う姿見て、おーみたいな感じで、でそこからまた授業に始まっていってたら、辻井っていうですね、これまたお笑い好きの男がクラスにいまして、その辻井はやたらと僕をライバル視してるんですよ。で僕が受けてるのが多分気に食わなかったのか、ちょっと自分も受けてやろうと思ったみたいで、そのみかんの実のところにリンゴの皮、要するに僕と真逆のことをして、でしばっちのとこ行って、しばっちこれ見てみ、これがリカン
ってボケたんですよ、うんうんうん、ならまた笑うんかなと思ったらしばっちが鬼の形相になって、うんうんうん、それは違うやろってパーンって殴ったんですよ。感情を飛ばされて、何これってなったら、それは違うやろ、それは違うやろってずっと怒られてて、昔話みたいな、あのなんかこう、俺が言ったことに対して、俺もやったろみたいな。本当に人さんとかね、人さんみたいな。真似してやったやつは全然受け入れられへんかって。で、まあ一応その、なんちゅう、大事にはならずにそれは辻が悪いってみんなもなって辻もごめんなさいって言って許してもらうっていう結末ではあったんですけど、ほんと昔話みたいな結末がありましたね。悪くはないけどな、悪は嫌やかったけど。僕が小学校3年生の時の話なんですけど、君さっきも小学校3年生かな。そう、3年生なんですけど、ラジオ体操、うん、ちょうど夏休みでラジオ体操行こうかっていうことを、うん、ラジオ体操の時にいつも市田君っていう男の子といつも一緒に行ってたんですよ。市田君、はい、市田君で、そのいつも行ってたんですけど、その時市田君が今日はちょっとラジオ体操サボらへんみたいなこと言ってきて、うん、僕もサボんのとか初めてやったんでドキドキしながら、じゃあ今日はちょっとサボろうかってなって、でも結局サボったところ何するって話になって、市田君が一個提案してきて、おしっこ健康法って知ってるみたいな。で、あ、ちょうどその時ほんまになんかテレビとかでなんか朝一のおしっこを飲んだら体にいいみたいな、実際にテレビとかでもやってたね、あ、そういうのあるねって言ったら、ちょっと今からそれせえへんみたいな話になって、まあほんまにあの公園とかに行って落ちてるプリンの殻のやつをもう水でジャーって洗って、子供やからな、はい、うん、おしっこして、うん、でさあじゃあちょっとこれでも飲むんややなとか思いながら、うん、どうしようかなと思ってたら市田くんがまた提案してきて、ちょっと自分の飲むん嫌じゃないみたいなまあ確かに飲むん嫌やなと思いながら、一個考えあんねんけど、ちょっと交換して飲めへんみたいな。でまあ、交換すんのもちゃうねんけどなとか思いながら、僕結構押しに弱いタイプなんでまあ交換しようかって交換したんですけど、僕のおしっこは結構透明度の高い透明なやつやったんですけど、うん、市田くんのやつがもう真っ黄色やったんですよ、はい、でもずるいわと思って、はい、なんで俺は透明やのにお前の黄色いやついかなあかんねんと思って、めちゃめちゃ嫌やったんですけど、さあ行けみたいな感じやったんで、もうほんまにちょっと指ちょんってつけてこうペロってしたんですよ。でもめちゃめちゃしょっぱくて、これ飲まれへんわと思ってバーン捨てて、石田くんこんなんしょっぱくて飲まれへんわって言ったら、石田くんもゴクゴクゴクって言ってたふはー言ってっていう表面っていう話ですよ、っていう話ですよ、はい、最低な感じね、ほんま最低やな、最低やな、最低やな。僕は2回目まで調子良かったですからねいや、2回目で息切れしてるからあいつなんで相方を落とし込もうとするの。もう25、6年前かな、まあバブルの頃で、はい、ちょうど俺あのゴルフにハマりかけてる時 で仕事行く前とかに、終わってからとか、とにかく時間があるとゴルフ場の練習場に近くの行ってたのよ。でそのまあよく行くんでゴルフ場に必ず来てる、まあ自営業なのか、当時お金持ちいっぱいだから、はい、いつもいる人たちのグループ6人のグループがあって、まあちょいちょい顔合わせるからこんにちはとか、まあ声をかけるぐらいの感じになって、はい、その中に一人すっごく気になる人がいて、多分あの当時で30前半ぐらいだと思うんだけど、うん、白のフェラーリで現れて、でそのビジュアルもすごいかっこいい、本当にトレンディードラマの役者さんみたいな感じで、でなおかつこう日焼けしてゴルフで、こう浅黒くて歯がキラッと光る爽やかな感じの人で、でまあそれぞれの人の職業は聞くのもまた立ち入った話なんで全然聞かずに、まあ会ったら挨拶する程度の感じだったんだけども、でその日も練習場に行って、でそのまあその人めちゃくちゃうまい、よく見るけど、でその人がやってて俺は別のその先のところに行って練習してたけど、朝から春一番みたいなすんごい風が吹く日で、だからその練習やってても面白くないのよ、飛距離もわからないし球ももう曲がるし、
でもうこれ今日やめようと思って、うん、パッとクラブ持って、うん、じゃあお先にって行こうとしたら、うん、その人があれもう帰るんですか、うん、って言って、もうちょっとこの風じゃ練習にならないんでって言ったら、うん、ああこういう時にね練習すると上手くなるんだよねって、うん、あまあそうかもしれないですけども、うん、ちょっと僕これはって、いやあのね風がある時に風に負けない強い球を打とうとして力が入るからダメなんだよって、うん、ちょっと見ててって言ってパーンって言ったら本当に綺麗な球筋でスパーンと飛んでって、あ確かにそうですねって言いながらずっと一球一球、まずだから下半身をどっしりして楽に打てばいいんだよってこう何球も打ってくれると、うんうん、本当にうまくて、うんうん、でもちょっと俺と同じで嫌なって帰りかけてるおっさんたちが後ろにちょっと並び出して、うんうん、みんなでうわうまいな、うん、バシーンねこうでしょって、でおっさんが後ろでうわなるほど、あそうか、うん、おそういうことか、うん、とかって言い出して、うん、やっぱり本当にこういうとこで練習したらうまくなるのかなと、うん、風の日練習かなと思ってて、その人がパシーンって打った瞬間にすっごい風が吹いて、ここの部分がモコモコってなったと思ったら、ファサーパラ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 ってなって、この形のまんま、うわどうしようすごいもん見たと思って、いやこんなのなんか志村さんのコントかコロッケのネタぐらいしか見たことがないと思って、俺はこれ回避できないぞと、この状況で俺はどういう声をかけたらいいのか、それともどうやってこの場を去ったらいいのか分かんない、どうしようと思ってたら、後ろでおっさんがほうなるほどそういうことかって言って今だと思って、じゃあお先にって言ったらその人が何気なくこうファッと戻して、あじゃあまたって言った時すごい爽やかねキラーと心が難しい、紳士たちですね、紳士、いやでもあんな時本当にどう言っていいのか、うん、リアルだとないもんな、ドキッとしますね、ドキッとしますよね、でね、もうねちょっとほんとついこの間なんですけど、あのまあもう年やなっていう話ですよ、あの作家の放送作家の佐田っていうのがいましてね、これもまあ40過ぎてもうどっちもおっさんですよ、僕もまあ完全におっさんでしょ、2人で「まあ飯だけパッと食って帰ろうか佐田、そうですね」言うて、でお店入って「兄さんあのあれですね解禁ですね、お解禁やな、飲むか、そういや1週間ぐらい前にもう解禁になってるよね、飲みましょう」って言って、赤だよなやっぱり、いや大体あれは白はあるんですか、いやあんのかないんか、まあ分からんけど大体こういうとこは赤やろ、じゃあ解禁やし飲むかって言うてたんですけど、2人ともボジョレ・ヌーボが言えなくて頼めなかった解禁だけど恥ずかしくて呼べなかった、おっさんだ、おっさんやな、解禁のやつ、さすがにそれも言われへんからね、読んであの解禁のやつも言われへんから二人ともうーんハイボール飲んだっていう、僕今住んでるマンションに、うん、まあ、簡易なんですけどちっちゃいジムがついてるんですよ、うん、本当にまあ、軽い運動できるぐらいのジムなんですけども、まあ、僕別に体鍛えてはないんですけど、たまにストレス解消で重たいの持ち上げたいなってなってたまに行ってるんですよ、で何回かそのジム行ってる時に何回か会うおじいちゃんがいて、まあおじいちゃんなんですけど、まあ、白髪で、まあ、オールバックというか、まあ、後ろに流してて、でも顔が真っ赤っかで結構マッチョすごいんですよ体が。でも結構おじいちゃんのようにもう逆三角形で、それやのにこのブカブカのあえてタンクトップ着てアメリカ製みたいな、もうこんなおじいちゃんがいて、で僕はその重たいのガーってやってるんですけど、そのおじいちゃん自分のダンベルを持ち込んでいつもこの肩の位置まで上げてハーってトレーニングやってるんですよ、すごいなこの人って、でもこの人ほんとすごいな、でもなんかなんか言うてるなとか言うてるな、はい、で僕T シャツで顔こう下から持ってきてこう目の前の汗拭くふりして近く寄ったんですよ、これやってる時に近く寄ったら
勉強する虫ないもっと一つ願ってるんだよと学園天国歌ってたんですよ。多分その早くこのクラスで一番の美人の隣をまで歌って一番の美人の隣そこで決めてるんですけど早口で言うたらしゃあないやろ。ちょうどいいやん。ちょうどいいんだ。ちょうどいいんですか。後輩なんですけど、うん、まあ、あのお前見てんのかお前見てんのか聞いてたんか分かってんのかっていうね。もうこれね2時に来いと昼の休みの日に、うん、飯行ったりいろいろしようと、うん、で1時半過ぎに電話かかってきて、あのなんでやねん思ったんですけど、今あの中目黒駅に着きましたんで今からあの行きます。ああ、うん、まだ2時やんけと思って来て待ってたんです。ほんなら1時、まあ、駅からそんなかからない1時50分ぐらいにピンポーンって、早いちょっと早いなと思ってちょっとチェーンかけたまま2時やってパッて閉めたんですで、すいません言うとんのをまあまあ聞きながら着替えて2時に出て行って、はい、で車乗れやって言ったら、あの何食う言ったら、ああの早く着いたんだよね、駅前でそば食べてきました。はあお前今からお前、まあ、2時やけどこの世界別に今もう起きんの昼ぐらいやんけと、お前食べてきてたら食べへんことしかできへん、食べんと来てたら食べることも食べへんこともできるやんけ言って、すいませんお前彼女とデートで2時に待ち合わせたら食うてくるか、いや行かないとそういうことやろ言って、もうお前そのそば食うたか知らんけど俺腹減ってねえからもうちょ俺ラーメン食いたいわ、お前悪いけど餃子かなんか食うとけ、いやあの大丈夫です行きます、いやそりゃそうや言ってラーメン屋行って、すいませんもうラーメン言って、お前も餃子か言って、俺もちょっとぐらい手伝えるわ、いやあの僕もラーメンだ、あとライス、はあ、僕あのラーメン頼んだらあのライス言うことに決めてるんです、そうなん食べれんやったらええけど食べて、ああ決めた腹立つ思いながら、まあまあ車乗ってどこ行こうって、ちょっとあの羽田の近くの海浜公園みたいなとこ行くの好きなんですよ、あので横のしてあのキスかなんかかけながら行ってたら、こう助手席こう肘をねあの窓のところにこう置いてね、こうやってリズム取っとるんですよ、腹立つ肘だけやったけどこのリズムがさ、なんかまあまあ先輩の曲でみたいな、まあええねんけど、まあ俺の曲ちゃう曲で先輩車の曲でいいんですけど、そのそばがあるっていうのもまあまあ組んでいただきたい。で行ってであのテトラポットみたいな海岸のところ通ったら、なんか猫子猫なんかおったんですよ。ほんでうわうわ捨て猫かなみたいなミャミャ言ってて、で、まあ、それ見ながらそれはまあ触れずに行ったんです、そいつも見とったんです、うん、見てんの1時半でいいから見てたんで、飛行機がこう着陸するのを見るんですけど、全日空が結構着陸してたんで、まあまあ何も喋ることもないから、どうでもええけどこれ全日空ばっかりなのこれ言ってたんですよ、うん、ああそうですね言って、なんかその宮川大輔花子師匠の大輔師匠のまあマネじゃないですけども、よーしゃべるなこれみたいな感じで、まあまた次全肉来たらどうでもいい全肉ばっかりなこれ言って言ってたら、あーそうですね言って、で次あのジャス来たの、当時ジャスってあのレインボーの機体のジャス来たの、これもう普通にもボケようかな思って、どうでもいいけど全肉ばっかりなこれ言ったら、ジャルですジャスや見てんのか言うて適当に言うなボケ言うて帰ろう言うて言って、であの猫のとこまだ通ってしばらくしたら、お前あれ猫かわいそうやな言って、猫なあれ子猫あれ餃子生まれて捨て猫かなあれ、お前餃子あったやろ、はい2匹ましたね4、5匹やどう考えても4、5匹や見てんのか兄見てんのか言うて乗れ
帰るねもう帰ろう帰りはもうあれやもう曲これちょっと腹立つやっぱ腹立つ市役所の落語や言うて落語バーンかけて運転したらしばらくして寝とるごっつ腹立つごっつある晩飯行かなかったですわかってないガムくれって車で言ったら飴じゃなくてですかガムやわかってんのおるやろおるわそういうガムに飴じゃなくてガムですね何それ僕は神社とかお寺とか結構好きで、まあ、本当ににわかではあるんですが2013年結構いろんな神社行かせてもらったんですよ、まあ、家族で行くこともあるんですけど平日休みになったら結構家族は小学校行ってたりするんで、まあ、後輩連れて行くんですで、まあ、なんとなく神様が お前一人でコント後輩たちを連れて行くなんていうのはなかなかまあええやないかと、まあ、褒めてもらえるんじゃないかみたいなんでそれでこうある時にパパ、明日俺急に休みになってんけど、まあ、芸能の神さんとこ行くやつおるみたいなでバーって言ったら2人だけ来たんですよでまあ大阪からちょっと離れたところやったので、まあ、電車でまあみんなで行くみたいなでまあこう行ってほんでこうじゃあ行こうかみたいな言っててまあいろいろこう神社こう行ったりするんですけど僕最近ちょっと寄付するんちょっとハマってるというかハマってると怒られますけどまあ法産金とかこう書いてあるからそこでまあじゃあさしてもらおうみたいなで後輩2人おったんですけど片一方はまあまあ仕事のある後輩で片一方はほんまにもう全く面白いんですけどええやつやしおもろいねんけど全く仕事ないもうめっちゃ貧乏なやつほんで「あ俺寄付とかするけどもう全然あれやけど」とかって言ってたら片一方の方が「あじゃ あのやります」みたいな「あそう」で「小籔さんはどれぐらいしやるんですか?」みたいな「あまあ、こんな系やな」って「あほんだらやります」みたいなでそいつは金ないからまあお前どうするみたいな俺らぐらいそのなかなか、いくらか万円別にせいでしその気持ちだけでいいねんけど、うん、あ僕ちょっとやめときますまあもうそうやな全然もう来ただけでいいんですだからそこなんか神社は今度夏祭りあるから、提灯奉納なんか、2000か3000円か提灯を奉納するみたいなあんた提灯もあるんで僕提灯もやりますだからあやりますどうするってなったらあじゃあまあ提灯もじゃあやらせてもらいますみたいな「いやええで」みたいな「あじゃあ提灯もやらせてください」「ああどうぞ提灯」わっと書いてほんならこう向こうの宮司さんもう何回も言ってるからちょっとまあ、知ってくれてて「こっちでお茶どうですか?」みたいなこう社務所の中に僕ら3人通してくれていつもお茶いただくんですけど「こんにちは」みたいな「お世話になってます」みたいな「どうもどうも」みたいなこうずっと喋ったら「結構時間あるんですか?」みたいな「あはいちょっともうこれを」からはもう結構夜中仕事なんで大丈夫なんですよあそしたらちょっと玉串奉納されて帰りますみたいなそれは神社のなんかこの祠みたいなところの中にこの葉っぱ木にこのピラピラピラって白いのがついてるやつをこう幹を向こうに置いてお参りするとまあ普通のお参りするよりもちょっとなんかみたいなやらせていただけるってなったら「あいいですかありがとうございますいや本当にねいつも来ていただいて」「いやいやそんなそんな」とか言ってたんですけどその宮司さんが僕ばっかり見て言ってるからこの二人は。さしてもらえんのか僕は顔さしてる、うんうんうん、何回も来てる、まあ、寄付してるからっていうこともないけどまあ知ってくれてんのか、まあ、新人深いと思ってくれてんのか言ってるけどいやでも俺だけ行くのちゃうし、うん、と思ってすいませんちょっとこの子らもいいですかねみたいなああもちろんもちろんみたいなで宮司さんがちょっと準備してきますってバーって開けたすいませんいいんですかありがとうございますっていやいやもう全然そんなんなと僕らもそんなやらせてもらっていやいやいやそんなんもうあっちの人がなやらせてくれるからでまあ、で行くとほんなら、僕最初にこうどうぞって言われてこう入っていった小さい祠の中にこう入っていって木の台のところに玉串を置いて、ペコペコパンパンお祈りしてペコでもう出てくるもうずっとシーンってしたところですよ出てきてで一番金ないやつバーって中入っていって玉串こうパッと置いてペコペコ言ったんすよいやおこがましすぎるやろお前って一切金も払ってへんし提灯一個で僕何回も言っててペコペコパンパンもうパンパンまでペコやったのにそこまでの電車賃も僕払ってるいや別にそれを言うてるわけじゃなくて一切お金も払ってんとタクシーも乗った、うん、でも払ってない、うん、顔もさしてなければ、うん、寄付もしてない提灯ギリギリ納めただけが、うん
パーンパーンって、いやおこがましすぎるやろ神さんも、ってなってるめっちゃわかるもうええ似てるな、似てるほんまこの二人の俺先輩でよかったわ確かにもう笑けてきて、神さんもいやお前もそんな礼儀礼儀っていうかその祈り、まあええやつやし面白いし、不遇が重なって売れてないから気持ちは分かるんですけど、もうこんな頭でなるかいうぐらい、そう僕なるんですよ、おやろもう祠から音がぐわー出てくるぐらいパーンパーン僕グー笑ってて、もう一人の子はもうグー玉口持って笑ってるんですけど、宮司さんもちょっと笑ってましたもんね。宮司さんも思うぐらいの。ごめんなさい、ファミレスのおばちゃんなんて言うんやったっけ。いらっしゃいま。いらっしゃいま。いらっしゃいまはええやろ。潜在時空のパスを。お前大阪で言うなよお前。大阪で言うなよ。大阪で言うな。もうダメよ。もう終わったと思ってホッとしてもうてた。そうですね、あのうちの相方なんですけど、あの、うん、なんて言うんでしょう、何も考えてへん、なんかこうな何も気にしないみたいな風に映ってるかもしれませんけど、結構ナイーブな男でもありまして、はい、5年ぐらい前ですかね、あの番組の収録があって、であの途中でその番組の中であのクイズコーナーみたいなのあるんですけど、ちょっと大喜利チックで、まあ、基本的に芸人さんはちゃんとした答えも言わへん、うん、変な答えを答えてみたいな感じのコーナーやったんですけど、まあ、観覧のお客さんもちゃんと入ってて、で、まあ、みんなが手挙げてなんかボケたりした答え言うとわーって笑ってるみたいな、で鈴木がバーって手挙げてボケたりするとウケなくて、しかもさらにこのえーって言われる最悪の流れで、何遍鈴木が手挙げてなんか言ってもえーとかつまんないとかいろいろ言われる感じだったんですよ。で、まあその1本目が終わって2本目もあるから、2本目の間にまた楽屋戻ってみたいなで、滑ったなくっそ滑ったなって言ってんですよ、あいつが珍しいのみたいな。で2本目ちょっと取り返す、絶対取り返すわって言ってて、2本目始まってそのコーナーになってまた手挙げて言ったら、つまんないってなって、そっから鈴木一切手挙げなくなったんですよ、もうできないみたいな、もうビビってもうて、であのそっからもう完全にあいつの中でオフになったなっていう感じはしてたんですけど、でアイドルの女の子みたいなのがいて、まあ最後全然関係ないんですけど、この中でなんかこう理想のタイプの男性いますみたいな振り来て、で鈴木さん以外だったらみたいなボケしてるんですけども、鈴木はもう完全にオフって持てるから、うん、笑ってうなずいてるだけなんです、そのいじり返すとかでもなく、おっととかも言わずに、ね、はい、でその終わりで次の日あのネタ番組の収録やったんで、そのまま2人でホテル泊まってネタ作って合わせて、うん、そのまま行くみたいな流れのちょっと忙しい時期やったんで、でホテル泊まって僕の部屋の方で2人でこう台本書いてネタ合わせしてたんですよ。でここはちょっと早めに突っ込んでもらってって言ったら、うん、でもうちょっとここはちょっと考え落ち気味なとこあるから、ちょっと一瞬待ってもらって突っ込んでた、はあ、でここは三段落ちになってるかったら、ちょっと使っちゃーって急に大声バーン出されて、どうしたどうしたって、苦しい、はあ苦しい、滑りすぎ、滑りすぎて苦しい、滑りすぎて苦しいって言って、おいおい大丈夫か大丈夫かって言って、ちょっとマネージャーやらその明日の番組のディレクターに電話するから、いや大丈夫、とりあえず寝かして、とりあえず寝かして、寝たら治るからちょっと寝かしてって言って、僕の部屋をガチャパターンって出て、向こうの部屋でガチャパターンってな音が聞こえて、あーって寝た音が聞こえたんですよ。これ結構やばいやつやなと思って、電話してマネージャーとかディレクターに電話して、こう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 でもうちょっとなんかこう苦しいってなってるんですけどみたいな、まあとりあえずじゃあ朝まで待ってみて朝の様子見て考えようみたいな風になって、朝起きて鈴木のとこ行ったら鈴木ケロッとしてるんですよ、うん、と普通におにぎり食べてて、昨日ごめん昨日ごめん、うん、で本番前にリハーサルの時間あるから、リハーサルをもうそのまんまあの同じそのスタジオの中で客入れずにやるみたいなでやってたら、僕のボケに対して次のボケのツッコミを先にしてくるみたいな、でいや鈴木それ後のやつやでしたら、うん、はいって言うんです。で鈴木鈴木、俺俺俺俺、はい。もうこれ赤赤、鈴木赤、ずいぶん参ってるわと。じゃあこのまま病院行けっつって病院行ったんですよ。連れてって。で病院行ってみたら、やっぱりその神経的なもので神経的なものにやられて胃がちょっと荒れてるみたいな感じになってたと。でどういうなんかこう
それらしい原因とか分かりますかって石原先生に聞かれて、鈴木は正直にそのまま答えたんですって。ある番組でこうこうこうですごい滑って、でそれでもなんかどん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 へこんでいって、それでなんか気分悪くなったんですって言って、ほんで石原先生がでしたら今後はなるべく滑らないようにって言ったというそういう話です。どんどんトップがあったな。そうか、ダメな医者やな。やばそうだわ。わかんない。もう言う言葉ない。そういう一面あんねんな。ですね、僕あの男やのに短大行っとったんですけど、ちょっと珍しい学校に。あんま行ってないんですけど、はい、短大行ってまして、それは京都の学校やったんですけど、その学校終わり友達とよく京都で遊んでたんですよ。で遊んで、ある日朝まで楽しすぎて朝まで遊んでまして、で夏場やったんで結構汗もかいてるんで、ちょっとお風呂入りたいなっていうことになりました、朝方に。でもまあ銭湯とかどこもその時間空いてないんで、どうしようって言ったら、一緒に遊んでた友達のおばあちゃんの家が京都駅の近くにあるってなって、じゃあそこでお風呂入らせてもらえるっていうことになったんですよ。でまあそのおばあちゃんの家に友達と一緒に行きまして、でさっきその友達がお風呂に入ってまして、で僕ちょっと朝やったらちょっとトイレしたくなりまして、トイレに行ったんです。でまあトイレがその便器が和式の水洗の、トイレでして、水が溜まってる部分あるじゃないですか、便器にこう流れていく、ちょっとだけ水が溜まってる部分に僕入ったら、もうすでになんかもう何か浮いてたんですよ。すでにもうなんかそのまあちょっと大きい感じの長い感じのが浮きながらちょっとこう横たわってるみたいな感じになってまして、これ何やこれと思って、これ何やろって分からんかったんです、ほんまに。いきなりやったんで、それ開けていきなりそれやったんで、これ何やと思って。なんかまあ朝まで遊んでて疲れてたのか、なんかスポンジに見えたんですよ。なんかそのトイレ洗うスポンジなのかなと思って、こうスポンジやなと思って、これでも流してしまうと詰まってしまうんで、その人の家やし絶対流したらあかんなと思って、どうしようってしばらく考えてまして、あとりあえずその友達に言おうと思って、そのトイレのすぐ横がお風呂やったんで脱衣所行って、まあ扉越しにちょっとごめんやけどなんかトイレになんか浮いてんねんけど、どうしたやろうって言ったら、まあその連れがちょっと今風呂入ってるからちょっとおばあちゃんに言ってよ、まあそりゃそうやなと思って、まあおばあちゃんに言いに行ったんです。でおばあちゃんは台所で朝ごはん作ってあったんですけど、おばあちゃんトイレになんか浮いてるんですけどって言いに行きまして、おばあちゃんがなんや言って来て、でそれを見ておばあちゃんがあんたこれうんこやんか、あんたこれうんこやんか、なんか浮いてます、あんたこれうんこやな言うんですよ。で僕にはもう完全にもうスポンジに見えてるんで、いやおばあちゃんこれよう見てください、これスポンジですよって言うたんですよ。なおばあちゃんがまたそれをよく見て、ほんまやなこれスポンジやな言うて、うち取るわと、おばあちゃんが取るって。でも取る言うてもなんかそんなトングみたいな挟むやつとか、なんかビニール袋とかでこう取ると思うじゃないですか。何を思ったか、そのおばあちゃんが素手でそこに手を突っ込んでそのものを掴んだんですよ。でその掴んだ瞬間におばあちゃんが言うたんが、あこれうんこやわ。わざわざ何を揉めとんの。後でよう見たらめちゃめちゃうんこやった。トイレットペーパーとか一切なかった、それしかなかったのにもう何か分からなかった。そりゃそうやろ、はい、そこにあったらそりゃそうやろ。それほんで 朝ごはん作っていった。朝ごはん、はい、たいただきました。神田川、はい、皆さん、まあ、曲でご存知、まあ、東京流れてます、かぐや姫、かぐや姫の、はい、あなたはもう忘れたかしら、名曲なんです。僕にとっての神田川になりまして、これ松本さんとの思い出なんですけど、20年前ぐらいですかね、2人でもうずっと昼間、レギュラーがごっつい感じやってはりましたけど、あとデラックスが各週ぐらいで、結構平日休みがあった時、僕も東京来たてで
結構もう休みばっかりで、いつもまあ、 車で迎えに来てもろって、で僕が運転してなんかどこ行こうって、昼からラーメン行ったりそば行ったりして、何しようってお茶飲んだり、いろいろ、まあビリヤードちょうどその時始めはる時で、で2人でよう行ったんですけど、ある日まあ9も毎9買うてくれはって、俺の分もご自分のやつは10万円ぐらいするようなケース付きのやつで、俺はまあまあこれでいいですで1万円か3万ぐらいのやつ買うてもろって、でいつも車のトランクに積んで行ってたんですよ、中野のビリヤード場行ってたんですよ。で行ったらもう何でも好きなもん飲み物頼めや言うてやるんですけど、その日ね僕ばっかり勝つんですよ、何回やっても勝つんです。ナインボールやろうが8ボールやろうがローテーションやろうが、もうとにかくね10回以上連続でね僕勝つんですよ、うん、でだん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 勝負ごと腹立ってきはるタイプなんで、うん、いや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 、ありえへんやろこんなもん、この連続はありえへんやろ言ってで僕が勝つからブレイクショットするんですけど、ファールとかするんですよ、もう緊張してモデルから、こんなところでファールされても打ちようあれへんがなはい次みたいな狙う場所がないとかそんなんばっかり、俺ももう入んな思って微妙にずらすんですけど、それが入ったりするんですよ、入らへん思ったらこっち入ったりとかする、なんでやねん思いながら、いやいやありえへんありえへん言いながら、あ僕揃えます、いやかめんかめへん言ってはいはいブレイクやめたい帰りたいと思って、喉もカラカラなってるんですけど、何でも飲み物好きなん言うや言われたけど、これ言われへん感じやし、もうあかんもうあかん、次負けたら俺もやめる、もう次で絶対やめる、もうビリヤードやめる、球捨てるなって、でまだやって、俺の球がもうおかしなとこ行って、もうほんま狙われへん感じになったりとか、絶対正面で入るやんやつ外したりでしょいやそこはと思ったほんでもう途中ですけど、もう絶対俺の勝ちって分かったら、もうやめよう言うて、もう終わり終わり、もうビリヤード終わり、もう俺の人生からあれへん言って、レジでお金払うとか、なんかすいませんも違うし、汗かきながらもう車のとこ行って、もう急捨てる言ってはったから、もうここはもう兄さんとのビリヤードはもう終わりやと思って、もう今後一切ないんやと覚悟を決めて、車乗って神田川のとこまで無言で、神田川の橋の上に止めた、俺はもうそこ捨てようと思ってたんです、神田川から旧捨てようと思ってたんです、ほんで止めて降りてトランクの方行こうとしたら、兄さん何すんのって言って、いや旧こっから川に捨てようと思ってますって言ったら、今はええがなって言って何や何や今はええやん、絶対やめるから今は映画なって、その後自宅にビリヤード台買うてはりました。何や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 、あでもあったな、ありました、買ってもずっと買ってもうて、もうどうしよう思って、よう覚えてたな僕の神田川捨てようと思ってます。素敵な話していいですか。いいですね、ここらで素敵な話。クリスマスの前に男女が別れるなんてこと、こう結構多分そんなに珍しくないことでしょうけど、まあ僕もあったんですよ。でまあまあそれなりには辛かったですけど、まあ仕方ないかなっていうのもあって、でいざそのクリスマスの日に、よし今日はじゃあちょっとエッチな店行こうと思って行ったんです。でエッチな店行って、でその出てきた女の子が「えクリスマスなのにいいんですか?」みたいな言って「うん、あ実はこの間彼女と別れて」みたいな「あそうなんですか」みたいになって「だから全然いいんです」みたいな「じゃあシャワー用意しますね」って、こうシャワー用意してくれたら、でまあ僕服脱いで何気なく触った自分のお尻の間に何か髪の感触があったんですよ。うんうん、あこれなんかトイレットペーパーみたいな貼り付いてちゃってると思って、これちょっと恥ずかしいなと思って、指でその敬語とブチブチってちぎったんですよ、バレへんように。あまりに痛くて涙がスーッと出ちゃったんですよね。でシャワーの準備
してきた女の子が僕の一筋の涙見てかわいそうって抱きしめてくれたんです。ケツが抜いた痛みやん。ケツが抜いた痛みやん。かわいそうって何を涙だけの、はい、僕がシャワー終わった準備終わって振り向いたら僕が泣いてたから星で行く話か。星で行くなよ。星で行ってほしないよね。めっちゃ恥ずかしかったです。星で行ってほしないわ。金光さんもう曇ってる日はよろしいでいう話なんですけど。金光さんもう曇ってる日はよろしい。曇ってる日はよろしいやん。はい、聞きましょう。グアム の、 あのホテルでいつも世話してくれる金光さん、神戸出身の人がいてはって、ずっとも長いこと住んであって、もう向こうで家族もいてはって、でいつもはまあアテンドしてくれはって、車まあまあ借りてくれはったりして、でまあプライベートビーチがあるということで、何年か前からバーベキューの用意をむしチーフに頼んで、それをバーベキューセットも貸してくれはって、車先導して俺らレンタカーでこう連れて行ってくれはるんですよ。もうほんまに誰もおらへん、もう周り何にもない、もうちょっと覗いた魚もう思いっきり泳いでるようなとこに最初1年目行くんですけど、まあだいぶ北の方にずっと行って、買い物して、もういよいよこの坂降りたらもうビーチも見えてくるという時に、キュッと坂道で止まらはるんですよ。なんやと思って、俺運転してん後ろで止まって、もう降りてきて、ほんで兄さんらもいてはって、あの今あの向こう、あのうっすら見えてないあれロタ島ですわって言うんですよ。あらしいですよ。あ、ほんまですか。うん、ほな行きましょう言って行く、行かはるんですよ。なあ、まあロタ、あれな言って、まあ近いねな言ってね、まあまあバーベキューして、まあ1年目はもうあれで終わったんですよ。で2年目まだ同じシチュエーションになって、今度あの宮迫が初参加してたんですね。でまたそこに来た時にまた止めて、あ、これおそらくロタ島の説明ちゃいますかね言って、まあ、降りてきて、あれロタ島ですわ言って、いや宮迫来てるからちゃいますかね言うんですけど、窓閉めてからもええねん、あ、行けボケ言ってるんですよ。俺らが言うからええねん2年目はわざわざ止めんでええねん、もう今もうそこビーチや言ってる時に、もう気持ち流行っとんねん言って、言ってて、まあバーベキューやってわーっと遊んで、3年目同じメンバーですよ、また宮迫もいて、誰も新しい人おれへん、もっと止まるよ、うん、なあって降りてきて、今日あの曇って見えませんけど、あれ晴れてたロタ島ですわ。曇ってる日はええねん。かみつ曇ってる日はええ、見えへん日はええわ。なんでさ言いたいねん。金光さんね、金光さんの友達の話って言ってね、はい、僕友達がいまして、あのタトゥー入れてるやつがいて、バラのタトゥーを入れてるやつがいるんですけど、はい、本当は赤を塗らないといけないんですけど、痛がりで赤の色を塗らないんで、僕らが見たらレタスに見えるんですっていうのが金光の滑らない話。何回か擦られてる。何回も擦られてる。今まで10人解散してきてるんですよ。もう全員が結構異界王みたいになってこの世界飛んでいってるんですよ。ダメ出しがうわきつくて、あ、なんかわかるわ。解散してこの世界に残るんじゃなくて本当に潰れてやめてしまってるっつって、うん、結構大阪の方じゃ芸人スクラップ工場って呼ばれるぐらい潰してしまうんです、うん、でもみんなに最後お前なんかと組んでれるかっつって解散されたんですよ、うん、でも今回、うん、ザ・漫才を優勝しまして、はい、で僕はもうすぐにその復讐で、うん、トロフィーの写真を撮って、うん、その10人に一斉に送ってやったんですよ。なんでそんなんすよ。いや復讐で、復讐逃した魚は大きかったなとタイトルに書きまして送ってやったんですよ、うん、で10人全員から、うん、実は、うん、あの時はお前に文句言ったけど、お前はすごい才能があって、うん、俺らじゃお前の夢を一緒に追いかけられへんかったと、うん、お前は天才と思う、俺たちが悪かった、うん、お前は俺たちの夢の分まで頑張ってくれっていうすごい熱いメールがぐわーってみんなから来て、うん、ザ・漫才優勝した夜に自己嫌悪で泣きました。すっごい悲しくなって本場で仲良かったね。お前ほんま喋れば喋るほど嫌なとこ出るよ。すごいよ。これ5年ぐらい前の話なんですけど、はい、あのルミネ座吉本で新喜劇に出てた時の話で、その時は板尾班に出てたんですよ。板尾さん、はい、で板尾さんの班でやってて、で芝居をやってたんですよ、うん、ほんなら
一人前の、列のお客さんがなんか気分がなんか悪くなりはってなんかバタッと倒れはったんですよ。ほんで、あっと僕目に入ってたんですけど、そんなん初めてやったからどう対処していいか分からなかったんですよ。あ、どうしようと、これお芝居続けやななみたいなんで、お芝居続けてたらその時の座長の板尾さんが、あかんあかん言うて、もう止めと、もうあかん、倒れたはる言うて、そのまま下に降りて、その女の人のところに大丈夫ですか言って行きはったんですよ。で、僕すごい、うわ、スマートやなと思って、かっこええなと思って、ほんで僕もスッと降りていって、で、どうしましょうって言ったら、板尾さんが、おい、ちょっと救急車呼べ言うて、わかりましたって救急車呼んで、ほんで、こうやってはったんですよ。で、兄さん、どうしましょう、なんかタオルとか持ってきたらいいんですかねとか言ったら、なんか、いや、こういう時な、大輔、力入ってるからな、こう噛んでしまう時があるからな、なんかかまさなあかんねん言うて、で、あ、ほんまですか言うて、もう力入ってたんで、どうしましょう言うて、僕バーッと開けてたら、板尾さんが自分の手をかまそうとしはったんですよ。で、バッて入れはって、僕、うわ、めっちゃかっこええなと思ったら、急にいたららららって言うて、こいつ指噛みやるぞって言うたんですよ。すんごい僕びっくりして、え、いやいや、またこいつって言うて、兄ちゃん、もうみんな聞いてあるし、で、指噛みやるぞ、もう自分が入れはったし、え、兄さん、なんなんと思った。でも、いや、兄さん、何言うてはるんですかって言ったら、おー言って、こいつ指噛み寄るぞって僕に言うて、いや、指噛み寄るって、兄さん、ちょっと、もうほんまに落ち着いてくださいって言って、ほんで、こうやってたら、スタッフがパーって来て、あ、僕らやりますんでってなって、ほんで、板橋さん、パーって行くとき、あ、こいつ指噛み寄るぞ何回言うねんとか思って、兄さん、めちゃくちゃかっこよかった、それまでは指を噛むぞ